皆さんおはようございます。イーティンで、あの、ミヤクルボーイ、キングタクです。はい。えー、自動車の高齢者運転対策の推進を図るための規定整備。まずは何が必要かって、認知症ですよね。はい。臨時認知機能検査、これ75歳以上ですよね。これ。一定の違反をした時に受けなければならないです。その行為としては信号無視。もちろんそうですね。確かに、あの、池袋の事件ですね。あの、飯塚幸道さんの事件、高齢者、あの、 上級国民としてね。はい。本当に。あれは事件悲惨ですね。通行禁止違反。通行区分違反。横断など禁止違反。震度変更禁止違反。遮断踏切立ち入りなど。交換前右左折方法違反。指定通行区分違反。環状交差点左折など方法違反。優先道路通行者妨害など。交差点優先車 妨害、環状交差点通行者妨害など、横断歩道などにおける横断歩道者など妨害など、横断歩道のない交差点における横断歩行者など妨害など、徐、はい、行場所違反、指定場所一時不停止など、合図不履行、安全運転義務違反などありますね。はい、臨時高齢者の公衆前認知症の遅れと判断した場合、受けることになるそうでございます。 その見直しについていろいろありますね。はい。その認知検査、認知の検査で認知症の恐れがあると診断された場合は、主治医に従わなければいけませんね。はい。例えば、まあ、一定の違反行為をした場合、75歳以上で一定半認知症の恐れがある場合は、もう診断書命令といろいろですね。はい。確かに、毛の悪くなっている場合は、実写指導1時間、個別指導2時間の1時間の件2時間。 運転免許を更新する場合はね、75歳未満に置き換えましても2時間に合理化されてはおりそうでございます。75歳未満の場合は実車指導2時間、だいたい以上の場合は実車と個別指導計3時間、長いですね。認知症の低下の恐れ、もしくは低下の恐れなし、それの場合です。というわけで、高齢者運転対策のいろんな方針。 あなたの方針でした。バイバイ。